富士総情報ナビナビゲーターの西名美咲です。さあ皆さん、いよいよ夏本番、暑い日が続いていますが、体調など崩されていませんか？さあ今回のカラフル富士沢では、5月から6月に放送した内容を振り返っていきます。それでは早速ご覧ください。4月1日と2日、辻堂神代公園やテラスモール湘南ゲートスクエアなどで辻堂フェスティバルと富士沢おいしいものフェスティバルが同時開催されました。今回のイベントを主催したのは辻堂地域活性化委員会の皆さんです。辻堂駅前がもっともっと盛り上がるといいなと思ってイベントを企画しました。たまたまラズ湘南辻堂さんがリニューアルをするっていうタイミングがあったのと、我々の方で、富士沢おいしいものフェスティバルを、開催するっていう予定もあったので、じゃあぜひ同時に同じ日に開催をして、一緒に辻堂駅盛り上げようと。テラスモール湘南ゲートスクエアで開催されたのは、今回が2回目となる富士沢おいしいものフェスティバル。湘南地域のグルメを集めた屋台など、富士沢のおいしい、楽しい、嬉しいが集まったイベントとなりました。2日間とも初夏を思わせる陽気に、子どもたちはかき氷を頬張るなど、湘南辻堂を満喫した2日間となりました。湘南台地区の顔となっている湘南台文化センター、市民シアターと子ども館、一度は訪れたことがあるという方も多いのではないでしょうか。今回はこの2つの施設で初めてのイベントが行われるということなので、私も参加していきたいと思います。演劇やコンサートが行われる市民シアター、遊びながら学べる展示ホールやプラネタリウムが楽しめる子ども館、今回その2つの人気施設の裏側を親子で探検するイベントを初開催しました。まず今回のこの湘南台探検隊というイベント、初のイベントと伺ってるんですが、はい、どんなイベントなんですか？湘南台探検隊というのは、この市民シアターと子ども館の共同企画と、初の共同企画ということで、このバックステージツアーの後に子ども館の宇宙劇場まで潜入して、最終的に宇宙劇場の裏を楽しんじゃおうっていう、福袋みたいな企画となっております。市民シアターでは点検通路のキャットウォークを歩いたり、舞台で扱う照明を間近に見たりと、およそ40分に及ぶ探検になりました。また子ども館ではプラネタリウムの使い方を教わるなど、いずれも貴重な体験になったようです。探検隊参加してみてどうでしたか？楽しかった。普段入れないところに入れたりして、すごい楽しかった。5月4日と5日の2日間、長久保公園で春の緑と花の祭りが開催されました。毎年ゴールデンウィークに緑の普及を目的に開催され、また今回から生物多様性センターも備え、新たなスタートを切りました。緑を中心に展開しておりましたが、生物多様性センターということになりましたので、生き物ですね、生き物の展示とか、体験をするような、ブースというものを、散りばめているというのが今回の特徴になります。5月の爽やかな新緑の中、家族揃って楽しめたゴールデンウィークのイベントとなりました。5月3日から6日まで、藤沢市未来創造財団主催の未来子どもフェスタ2023が市内各施設で開催されました。秋葉台公園では大勢の市民が汗を流しました。屋外流水プールではカヌー体験、漕ぐのが難しかった。楽しかった。楽しかったです。球技場ではサッカーやラグビー、秋葉台体育館の1階ロビーでは今人気上昇中のスポーツクライミングも、少年の森も大勢の家族連れでにぎわいました。ジャブジャブ池には水遊びを楽しむ子どもたちや、フィールドアスレチックでも大勢の子どもたちが楽しんでいました。毎年ゴールデンウィークに開催される地元での楽しいイベント、未来子どもフェスタ2023、子どもたちの笑顔があふれるイベントとなりました。
今回は新玉ねぎ農家さんにお邪魔します。それでは行ってみましょう。収穫ゴー。今回は新玉ねぎを生産している神崎さんの畑にお邪魔しました。神崎さん、ここに埋まってるのは全部新玉ねぎですか？全部が新玉ねぎではないです。今見てわかるように倒れてる状態のところが、2列半あるんですけど、そこが新玉ねぎの分類で、後ろにあってピンと立ってるのが赤玉ねぎ、その奥にある畑には、保存を効かす乾燥させてから出荷する玉ねぎが、3種類埋まってます。収穫の際、玉ねぎは力を入れなくても簡単に抜けるんです。立派な大きさですね。この大きさになるまでどれくらいの時間がかかるんですか？はい、一応、玉ねぎは種から育てるんですけど、9月の半ばまでに種をまず苗作りで植えて、で苗が、だいたい11月過ぎると鉛筆ぐらいのサイズになるので、それぐらいの苗になったところを植えて、で今収穫に至るという感じです。美味しい玉ねぎの見分け方について教えてください。玉ねぎはなるべく、丸みを帯びてて、持った時に重量がある、あの身が詰まってるような感じがあるものが、美味しいとされてます。スーパーなどで玉ねぎを買う際はぜひ参考にしてみてくださいね。5月20日辻堂のミスターマックス湘南藤沢で藤沢交通安全祭りが開催されました。会場には警察車両や消防車両をはじめ、たくさんの働く車も集合し、来場者は乗車体験などを楽しみました。ゴミを収集するパッカー車のブースではペットボトルを車に投入、どうやって車の中に入るのかが分かったようですね。また注目を集めたのがこちら、交通事故の危険性や恐ろしさを視覚的に理解するためのスケアードストレイトです。スタントマンによって交通事故の再現が行われ、自転車のルールについても改めて勉強しました。5月20日21日の2日間、藤沢市民会館周辺と秩父宮記念体育館で第21回藤沢産業フェスタ2023が開催されました。このイベントは市の商工業製品や特産品、農産物や畜産物などを広く市民に知ってもらうために行われているもので、市内の企業や店舗、大学、高校、市民団体などが出展しています。秩父宮記念体育館は工業、情報、住宅機器ゾーン、体育館エントランスではロボテラスの最先端技術を導入したロボットや機械を体験することができました。また大人気の藤沢菓子組合の皆さんによる和菓子作り教室も開催され、和菓子職人の技を学ぶこともできました。4年ぶりにコロナ禍前の開催規模に復活した藤沢産業フェスタ、充実した2日間のイベントとなりました。貴重な自然環境の保全や地域の活性化を目的に開園した遠藤笹久保谷公園、令和5年度からは生物多様性の普及啓発につなげる生物多様性サテライトセンターとして本格運用されています。そんな中、遠藤笹久保谷公園で初開催となったのが谷戸の生き物観察会です。今回は生き物に詳しい相川武史さんが講師となってイベントが開催されました。まずは公園にある田んぼに向かい、どんな生き物がいるか探します。田んぼの泥をすくう相川さん、すくってあげると、じゃあ何がいるか見てみる。その中にはほら、早速ヤゴが、ほら見せてというトンボになります。多分あと 2週間ぐらいでトンボになると思います。こちらも網で泥をすくうと、あ、泥の中にすぐ埋まっちゃうんですよね。
これです、これヤゴです。撮影した5月は卵からかえったヤゴが多く見られました。ここの谷戸には水辺があって、せせらぎもありますし、こちらにも水辺があって、いろんなところで大人になったものがここに餌を食べに来たり、卵を産みに来たりして、ここに集まってくる。この田んぼが、生き物が育つ場所になってて、とても貴重な場所になってます。およそ1時間参加者の皆さんは田んぼだけでなく、公園でさまざまな生き物と出会いました。その後、生物多様性サテライトセンターで捕まえた生き物を観察し、記録も残す貴重な体験となりました。藤沢浮世絵館では、見渡す絶景名所へ鳥観図の魅力が開催されました。この展示会では、鳥の目線、いわゆる鳥観図による浮世絵と近代の観光案内図を展示。今回鳥観図をたくさん出している中で一番多く出していますのは、吉田初三郎さんという、大正から昭和の初期に活躍した鳥観図絵師の方の作品をたくさん出しております。今あります作品は、小田原急行鉄道沿線名所図絵という作品でして、いわゆる小田急の沿線が広く捉えられているものになります。この図面、実は拡大図面でして、観光パンフレットとしてこの鳥観図は大正から昭和によく作られておりまして、そういったものは手で持ってみるものですから、ここの拡大図よりもかなり小さいものなんですね。この展示会には、このように興味深い76点もの鳥観図などが展示されました。さあ、いかがでしたでしょうか。藤沢情報ナビではこれからも市内のホットな情報をお伝えしてまいりますので、どうぞお楽しみに。